こんにちは、ひかりです。今回はね、日曜日ということでね、2日連続フリーマーケット行ってきました。今回はね、カメラのアングルがね、逆に高すぎてめっちゃね、人の顔が映っちゃったんでカットしております。頑張ってカットしました。さあ見ていきましょう。この中ね、1個50円。今日行ったフリマはやっぱり段ボールみたいなのがこう置いてあって、この中で全部100円とか1個全部50円とか、そういう売り方が多かったような気がしますね。でね、今回はね、このフリマ前回じゃないな、半年前ぐらいかな、冬の時にね、行ったんだけど、その時すげえ寒かったから、なんか出店少ないんかなと思ったら、今日のが少なかったです。めちゃめちゃ今日はガラーンとしてなんだけど、掘り出し物がね、かなりあったんで、今度購入品紹介でね、紹介しますね。で、今回ね、カット割りがすごい多いと思うんだけど、人の顔がね、映ってるところをカットしてるんで、ちょっとカット割りが多めになっております。はい。さあ、こんな感じでね。やっぱり安いのはね、CD とか、あと服はでもちょっとね、安いのはね、ボロボロだったりするんだけど、まあ、VHS とかも安い。1本50円、2本で100円で売ってたからね。メガレンジャー対カーレンジャーとか、あとシュワちゃんのやつとか、ね、なんかディズニー系とかさ、ジブリ系とか、いろいろありましたよ。こんな感じで、もう雑多にね、あとはなんか、レトロ系とか、いろいろありますね。まあ、基本ね、レトロかな。でね、今日ね、パワードダダ売ってるね、お店があったんだけど、そういう日ね。ちょっとね、あんまり価値を知らない店員さんが逆に高くつけてるパターンで、1500円って言ってて、で、普通のジャミラが、それも1500円。で、ガラモンも1500円みたいな、なんかね、値付けがちょっとね、あんまりよく分かってなかったみたいで、なんかちょっと高めになんかつけてましたね。すごい価値あるんだって、なんか言ってたんだけど、まあまあまあって感じで、はい。ちょっと残念だったね、あれはね。で、このお店が意外と良くて、今回はね、こう小物雑貨見てるんだけど、この後ね、撮影が終わった後にまだブラブラしてたら、今回は金消し見つけたんだよね。で、その後にブラブラしてたら、またここ見てたらね、CD コーナーですごい CD がいっぱいあったんで、買ってきたんですよ。だからね、3枚で100円だったんだけど、購入品紹介の時に紹介しますね。今回はね、こっちで小物を見てますね。指人形とかさ。まあ、50円とかだからね、金消しがね、何体入ってる ?5、6体入ってるかな。それで50円だったんで、ちょっと買っちゃいましたね。普通になんか、おばあさんみたいな人がやられてるショップでしたね。いろいろあってね、本当に、なんかクレヨンしんちゃんの吉野家のおまけみたいなやつとかもあって、まあ、2つで50円だから安いと思いますけどね。そうそう、こういう小物とかいいですよ。これ金消しね、いつか欲しいなと思っててやっと買えたって感じですかね。いいね。めっちゃ暑かったけどね。今日も暑かった。台風一過の青空ですよ。この CD コーナーね、最初はどうせなんかずっと売れ残ってたやつかなとか思って、全部で500円だったんだ。そう、売れ残ってるやつかなとか思ったんで見なかったんですよ。そしたらね、3枚すげえ CD があったんで、言ってしまえば米津玄師だっけ、ケンジだっけ、玄師かとか、あとスパイエアと、あとワンオークロックのアルバムがね、あって、それすげえ欲しかったやつだったから、特にまあ、だからまあ買います。米津玄師、原子、いまだに読めないんだよね。曲結構聴いてるんだけどね。今度調べとこう。ここね、この辺もイヤリフィギュアとかいいのあったりするからね。あとはレトロのやつとか。フリマのいいところはね、まあ、良くも悪くも、店員さん、リサイクルショップだと店員さんのさ、検査を通るわけじゃん。それが良くも悪くも通ってないっていうのは、まあ、フリマの面白さですよね。良くも悪くもね。本当にね、ゴミ、もう完全なゴミっていう状態のやつとかも売ってる。しかも結構高く売ってる時もある。けど、まあ、めちゃめちゃ安い時もあるし、そうだね。あとはなんか、めっちゃホコリはかぶってるんだけど、ホコリさえ磨けばこれ激安じゃんってやつとかあるから、まあその手間をね、惜しむか惜しまないかの、まあことかにかかってきますね。そしてなんかあるかな、まだなんかね、謎のね、女性のフィギュアみたいな、ベースフィギュアのやつもあったんだけど、ちょっと誰か分かんなかったんで、一瞬スピードかなと思ったんだけど、マックスかな、あれ、もしくはなんか海外のアーティストかもしれないけど、やっぱり、ね、フリマに行くときはね、
あの100円玉と50円玉は持ってた方がいいですね。すいません。50円玉と100円玉で基本買い物してますね。あとはまあ1000円札が2、3枚あれば。今回ね、あのトートバッグ持ってったんですよ。まあエコバッグじゃないけどトートバッグみたいなやつ。それがパンパンになるまで買い物したんだけど、多分ね、使ったお金1000円もいってないと思う。だから今回ね、めっちゃ買って購入品紹介するぐらいのレベル買ってるんだけど、1000円いってないですね。今ね、右に若干、この今左下に映ってるピカチュウの耳あんじゃん。これね、実はピカチュウじゃなくて、メタモンがピカチュウに変身した姿のぬいぐるみなんだけど、100円なら確率に買ってたんだけど、200円だったんで、多分ね、値切ればいけたけどね。で、この辺のやつはカードかなかなんかわかんないけど、なんかいろいろあるんだけど、まあね、どのパックも、1パック50円で売られてましたね。結構子供たちが食いついてましたね。夏休みってことでもっと子供が多いかなと思ったんだけど、そんなに多くなかった。まあいたけどね、子供もいたけど、そんなに多くなかった。やっぱりおじさんおばさんがメインになってくるのかなって感じかな。で、売ってる側はね、まあ業者の人もいるけど、まああとなんかフリマが趣味の人と、あとは本当にいらないものを売りに来た家族みたいなのとかもいましたね。前回とかもっとね、なんかお店多かったんだけどね。今回はちょっと、閑散としてたな、ショップは。ただ、お客さんはめっちゃ多かった。見てはもらえばわかるけど、多かった。ここね、今日はね、始まった直後ぐらいにね、入ったんですよ。だからもうお客さんは先に何人かはもういる状態で入ったんですけど、まあいいのありましたね。あとね、今日ね、イギリス製のね、ミニカーがあって、マッチボックスかな。軸が歪んでたんだけど、タイヤの軸が。買おうかなと思って、ちょっと、カメラで録画しようとか思って、カメラいじってたら、おじいさんに買われちゃいました。あー、マジかーと思って、目の前で買われちゃって、100円だったからさ、買おうかなと思ったんだけど、目の前で買われちゃいましたね。残念。まあ、そういうね、タイミングですからね、しょうがない、しょうがない。で、この今右に映ってる店舗は割とね、レトロなのを扱ってましたね。ただ、値段もそれなりに高かったかな。まあ、でも、まあ、都内とかのフリマのバカ高い店舗とかもあるから、そういうのに比べたらまあまだまだ安い方だけど、でもここだとね、なかなかかなって感じで。さあさあ、ほら結構閑散としてるっしょ。いっぱいブースが空いてる状態ではありましたね。このお店もね、なんかおもちゃとか扱ってはいたんだけど、ちょっと高めと、あとは安いこの100円均一のボックスとかもあったんだけど、まあまあね、ぬいぐるみでね、ウサピョンのぬいぐるみがあったんだけど、妖怪ウォッチの100円であったんだけど、買ってもよかったんだけど、50円だっけな、買ってもよかったんだけど、まあ今俺の中でウサピョンが全然熱くないんでやめました。妖怪ウォッチは今あんまりね、こう熱が上がってないんでね。今回ちょっとごめんね、カット割りが多いと思うけど、本当に人が映りね、まあ人がなんか認識できるぐらいね、映ってるやつをねカットしていったんでね。モザイクよりもね、カットの方がいいかなと思って、はい、やってみました。お、スターウォーズ。ここもね、100円均一とかじゃなかったからね、ちょっとね、あれだったんだけどね。でもね、今回はね、結構買ってるんで、あとでまだね、動画あるんで、もう1本お買い物中動画作るんで、よかったらそっちもご覧くださいってことで、フリマ動画でした。よかったら評価ボタンもお願いします。それではまた、バイバイ。